はい、今日はですね、ドアノブをね、交換するときに必要なね、道具を紹介していきたいと思います。はい、今日ですね、ドアノブをね、交換するときに、ちょっとここのノブのこのドアの取っ手の部分と、ここの大きいあの内側のドアにくっついてるそのカバー、その間のところのね、ちょっとこう丸いところをこう回すためのスパナセットですね。でこれ今3種類ありますけど、このアルファ用とか昭和用、ゴール用っていうあのキーのねメーカーがあるんですけど、それぞれちょっとサイズが違うので3種類入ってるっていうね形なんですけど、ちょっとね一遍試しでね、ちょっとドアノブ回していきたいと思うんですけど、ちょっとね移動してみます。はい、でね3種類ねありましたけど、アルファと昭和とゴールっていうね3種類ですね。でこのドアノブの方に書いてあるんですけど、ここのね鍵のところに書いてあるんですけど、ゴールって書いてありますね。なのでここのゴール、一番小さな、一番下のやつですね、一番小さな道具ですね。なのでこの道具ですね、これをここの穴に引っ掛けて回すためのやつですね。ここね、回してぐるっと回すタイプのやつですね。これね、まあ、こんな中はこんな感じになって、ここ外すとねこんな感じになってますけどね。はい、でこれプラスのドライバーここね使わなきゃなんないですけど、これが付いてることによってプラスのドライバー使えないんですけど、だからこれを外さないとね、どっちにしてもプラスのドライバーが使えないっていう仕組み。開かないですね、これね。ちょっとね開かないですねこれね。ちょっとね意外に硬くて取れないですね。